文後中村駅は、大分県九須郡九十町大座宇田にある、九州旅客鉄、道久大本線の駅である。九十町の中心駅であり、町の九十山安寺温泉、飯田高原等への玄関口として知られ、九十夢大吊り橋の玄関口にもなっている。特急、優が停車する。旧駅舎相対式ホーム2面2線を有する地上駅。元は、 単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線の合わせて二面三線を持っていたが、駅舎から最も離れた一線が撤去され二面二線となった。古くからの木造駅舎があったが、2010年に総工費3876万円で、かやぶき屋根の木造平屋建ての新駅舎に建て替えられた。かやぶきの駅舎は全国で2例目。駅舎には当初より水線トイレ、 事務室、多目的ホールのほか厨房が設けられている。2011年4月23日には、駅舎内に地元の食材を使った郷土料理を供する食堂が開業したが、2013年3月に閉店した。その後、2013年9月に、九十町観光協会の事務所が九十町役場から移転した。JR 九州鉄道営業による、 業務委託駅であったが、2010年4月1日より90町に業務が委託され、簡易委託駅となっている。切符の販売は、町から受託した90観光サービスが行っている。マルスはないが、ポス端末が設置されている。1965年度には、乗車人員が37万1153人、降車人員が37万8904人で、 手荷物や小荷物も取り扱っていた。2015年度の乗車人員は28,340人、降車人員は3872人である。1日平均乗車人員の数値は、各年度版、大分県統計年間による年間乗車人員の値を、各年度の日数で割った値。駅名に文語が完成られたのは、当時常番線に中村駅があったからである。 中村駅は1961年に相馬駅と改称された。その後、1970年に中村線に中村駅が開業したが、当駅の方が古いにもかかわらず、旧国名を冠するという珍しい現象が発生することとなった。なお、中村駅は国鉄の自動車駅時代は、土佐中村駅を名乗っていた。 九州旅客鉄道久し大本線引地駅分の中村駅、野谷駅。ありがとうございます。